で今日は1月1日、お正月です。いやー、もう2022年か。去年はとっても早い年でしたね。まあ、いろいろあって外にあまり出れなかったからな。あ、そういえばみんな、今年の初夢何見た？初夢か。初夢ってなんだ？初夢っていうのは元日から2日にかけて見る夢のことですよ。見た夢によって縁起がいいとか悪いとかあるんだよな。へえ、そんなのがあるのか。それでみんなは夢見た？私は見たぞ。私はまだ見てないな。私もマリサさんと同じです。じゃあ私とフランが初夢を見たようですね。じゃあ私とフランが見た初夢を発表しましょうよ。お、それはいいな。じゃあ私から発表するぞ。私が見た初夢はだな。まず、気がつくとエベレストにいてだな。エベレスト？富士山じゃなくて？そしてだな、なんか無性にお腹が空いてきてだな。遠くからカラスがやってきたんだぞ。で、そこ高じゃないんですかね。そして、そのカラスがキュウリ落としていったんだぞ。いや、そこナスビじゃないのかよ。もう一富士に高さんナスビ全部外してんじゃねえか。それにしても全部少しだけ外してますね。これが私の初夢だぞ。どんな夢だよ。それで、この初夢は縁起がいいのか？四捨五入したら縁起がいいから縁起のいい夢なんじゃない？いや、なんで四捨五入するんだよ。じゃあ次は私の番ですね。私が見た初夢はですね、綺麗な花畑を歩いていたんですよ。で、めっちゃ鼻でかいな。そしたらなんか音が聞こえてきてですね。なんか転がる音？って思い振り返ってみたんですよ。え？なんと、後ろ見るとお札の束が追いかけてきてたんですよ。どうです？これが私の初夢ですよ。お金が追いかけてくるなんて最高だな。そうですよね。もしかしたら私今年宝くじでも当たるんじゃないですか？霊夢。霊夢さん。どうしたんですか二人とも。あ、もしかして宝くじが当たったらお金が欲しいんですか？まあ普段からお世話になってますし、少しだけだったらいいですよ。追いかけられる夢って縁起が悪いですよ。